一村はかつて新潟県内に存在した日本の百貨店。桜屋百貨店の前身の一つで晩年はダック式と称した。1950年に新潟県長岡市坂の上町で一村康次が一村用品店として創業したのが始まりである。1954年4月25日に新潟県長岡市の大手通に移転し、 市村百貨店として開業し、同じ大手通に開店した、ヤマトやマルセデパートとともに、人気のある大型店として、賑わいの中心となった。そして1962年4月には、新潟県長岡市大手通り2丁目に新店舗を建設し、1963年6月15日に、百貨店審議会で、百貨店法による営業の認可を受けて、 法律上も百貨店となった。1970年10月には、新潟市東堀通り6番町1045に、地上10階地下3階建ての建物を建設して、新潟店を開店し、ライバルの百貨店で共に、長岡市大手通りを構えると同時に、新潟市にも出店していた、大和や丸大と長岡と新潟の漁師で競争を繰り広げた。また、高島やハイラ その後1978年3月に日井の支援を受けて、金町、武田百貨店、山田百貨店、丸水、小宮と共に新時代の百貨店を目指して、株式会社百貨店連合を設立し、同年4月に業務委託契約を結んで仕入れ関連業務を集約するなど、業務の改革もいった。しかし、新潟店は相次ぐ大型店進出ラッシュの中で、 新潟市の競争が激化した煽りを受けて、業績不振に陥り、1981年7月に閉店となった。そして1981年3月に先行して、武田百貨店と山田百貨店の2社とともに合併して株式会社、武田山田百貨店を発足させたため、企業としての市村は消滅した。さらに、1982年9月に、 株式会社百貨店連合が武田山田百貨店や1982年3月に丸つと合併して株式会社丸つ商品屋を設立していた丸つ商品屋と合併し5社が経営していた百貨店の経営を完全に引き継いだため当店の経営も株式会社百貨店連合へ移行している最後まで残ったダックシティ一村を経て閉店時点の名称は ダックシティであった。市村の出身地である東日調子には市村の創業以前から市村の親族が経営する化粧品や婦人服を扱う市村百貨店が存在していた。経営は独立していたものの市村と同じ商標とロゴを使用し市村の閉店後も継続して使用していたが2018年4月16日に128年に渡る営業を終了した。 三代目の長岡店跡は、パチンコ店、エスタディオ長岡店への転用を経て、2003年7月から1.2階の東側を長岡市の施設、街中、考え棒、長岡潜在資料館として、2004年4月から1階西側を長岡市役所を手通分室として利用していた。2008年6月、市街地再開発のために取り壊され、 5年後の2011年7月6日にフェニックスオーテイストが竣工。街中、考え棒と長岡線再資料館は解体に伴い別々の施設に移転した。跡地には長岡市役所の大手通帳社が立ち、本庁機能の内商工と観光に関する部署が置かれているほか、この地に店舗を構えていた第四銀行と新潟証券、新たに地域交流センター。 町中キャンパス長岡と中越大震災の資料を展示した長岡震災アーカイブセンター家を組みいなどを設置した。新潟市内で初めて地下に食品売り場を設けた店舗であった。店舗後は1985年11月23日下、かに道楽によって商業ビル新潟ウィズとして開業し、ファッションや 飲食関連のテナントを多数誘致して人気を博したという。2008年秋まではテナントが複数入居していたが、閉店が相次ぎ最終的には所有者のカニ道楽以外のテナントが新四福店1店舗のみとなったため、2010年9月30日に閉鎖され、建物も取り壊されて駐車場となった。ありがとうございます。